里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。とうとうやってきました。はい。ドラフト評価ということで、なんかね、コメント欄でも皆さんね、はい、早く見たいっていうね、うん、あれがありましたけど。ありましたね、はい。じゃあ、まずどこの球団からいきましょうか。まあ、まずはですね、はい、じゃあ、DeNA と楽天いきましょうか。はい。この戦略と一緒のパッケージでいきますから。そうですね。はい。はい、あと世の中の人でなんかドラフトを点数評価する人いるじゃないですか。はい、A とか S とか B とか C とか D とか、はい。されてましたもんね。あるじゃないですか。はい、あれ、意味ないのに、なんでするんですかね。何回も言いますけど、はい、98年ドラフト当時、はい、D 評価です。10年後、S です。はい。まあ、どうなるか分かんないわけじゃないですか。お前、D つけたやつ、お前、出てこいよ、お前。今回もメディアにドラフト特集出させてもらいましたけど、うん、いっぱい、ええ、僕の大学時代のプレイしてる動画一、うん、はい、つもないですから。そうなんですね、はい、みんな大体出てくるじゃないですか、甲子園行ってる人とか一、はい、つもないんですよ。だから結局、ドラフト会議以降の映像しかないんで、うん、入団発表とか、はい、ドラフト会見とか、うん、そんなとこしかないんですよ。そこまで注目されなかったってことですね。そりゃそうでしょ。松坂世代ですよ、高卒は。まあまあまあ、まあ、バリバリが多かったんですもんね。大卒社会人の福留とか言うんですよ。うん、福留岩瀬さんとかですよ。はい、上原仁岡ですよ。はい、そりゃ来ないでしょ、うちには。いやいやいや、それでもね、うん、僕だから点数評価するの嫌いなんですよ。うんうん、でドラフトの見方は、はい、その今、チームが、うん、どういうふうなところに困ってるのか、うん、どういうふうにチームを持っていきたいのか、はい、今の現状を読み解くのにすごい勉強になるんですよ。はい、だからそういう見方していくと、うん、各球団のそのチーム事情が分かってくるんで、はい、僕は面白いんじゃないのかなと思ってるんで、うん、正直否定とかはしないんですよ。はい、でも疑問に思ったことはあるんで、うん、それは12球団のその時が来たらこれなんでなのかなっていう疑問はちょっと言っていきますけど、はい、まずじゃあ DeNA いきます。はい、はい、僕何気に結構当たってませんでした。いや、私ね、佐藤さんなんて言ってたかなと思ってメモしてきたんですけど、はいはいはい、バッチリ当たってますね。 DNA なんて言ってました。 DNA は言ってあげてください、言ってあげてください。 DNA、ね、センターラインを固めたいって言ってたんですよ。だから内野手、まあ、外野手、はい、多めに取った方がいいっていうのは言ってました、はい、1位投手をやめて、はい、思い切って内野手に行くのもいいみたいな、はい、言ってたでしょ。野手って言ってました。そしたらドラフト1位、はい、桐蔭学園森選手ですよ、うん、ショート。いや、一本釣りで。いや、ね、獅子でしたね。適当なこと言ってないでしょ、僕も。言ってない。いや、これ、ただ意外となんかもうざっくり言ってんのかなと思ったんですけど、当たってると思ってびっくりしました。これはね、はい、僕、はい、セリーグの中で、ドラフト、うん、DeNA、一番評価してます。あ、1位がまあ森選手じゃないですか。桐蔭学園、はい。はい。で、このね、やっぱセンターライン強化したいから、やっぱり、うん、で、しかもショート。これなんで森が1位？これは僕はもう最高やと思ってるんですよ。はい。これなんでか知ってます？わかんないです。去年ドラフト1位、小園行ってるんですよ。DeNA は。はい。それで抽選外して、上茶谷行ってるんですよね、うん。はい。ということはもう去年からショートを補強したいって、チーム的に思ってたってことなんですよ。そっか。チームの方針として、1位に、やっぱない、ショートが欲しいっていうのはもう去年から構想にあったわけですよね。うん、でそれで小園行って外しました。うん、じゃあ今年森くん行こう、はい。これは完璧なドラフトです。なるほど。もういない欲しいところを完全に埋めていくっていう。埋めていくっていうところでね。うん、それまあもちろんね、佐々木投手とかね、うん、奥川投手いましたけど、はい、そうじゃないと、うん。うちのウィークポイントそうじゃないと、うん。うちのウィークポイントはここやと。将来的にもここをカバーする選手を取りたい。はい、しかも高卒でね、はい、取りたいっていう思いが1位森。さすがです。いやー、明確ですね。明確。これはうまいっす。うまいっていうか、この信念に基づいた、この強い気持ち。はい。1位、森、最高です。あー。いや、これをまで考えて、はい。世の中で D 評価のとこあるんですよ、DNA。なんでやっていう。何を見ての D なんですかね。ただ、この、アマチュア時代のね、高校大学社会人のこのアマチュア時代の成績とか、しか見てないんですよ。あ、そうじゃないんですよ、はい、ドラフトっていうのは、うんうん、いないところを埋めていきながら何年後先、短期的なのか中期的なのか長期的なのかを見ながら、うん、今のチーム事情と照らし合わせて誰を行くっていうところで、うん、1位の森は DeNA佐藤さん。ああ、そうなんです。まあ確かに今までの成績が良い、良い悪いあったとしても、うん、育つかどうか分からないわけですよね。それは本人次第もあるし、うん、でもまあ意図としては、だからこれ森くんがね、はい、将来
レギュラーにならないかもわかんないですけど、うん、でもチームの意図としては分かりやすいですよね。うん、ちゃんと戦略がハマってるってことですからね。うんうん、で、まあ今年ね、ちょっとピッチャー陣怪我もあって苦しかった。はい。って皆さん思ってるじゃないですか。はい。2位、3位に坂本くん、伊勢くんで、うん、大卒取ってきてるところが、まだ。おー。素晴らしい。即戦力として取ってきてると。それをちゃんと2位、3位で埋めようとしてきてるんですよ。はい。うん、明確じゃないですか。この1、2、3、完璧です。すごい。加藤さんが拍手してる。いや、はい、だからこれもね、うん、坂本くんと伊勢くんが活躍するかどうか別として、はい、意図はすごい読み解ける。うんうん、これ1、2、3の構成上は完璧ですね。うん、はい。で、そして佐藤さん、まあ外野も欲しいと。はい、内野外野、野手を多めに欲しいっていうふうにも言ってましたね。はいはい、言ってたでしょ。はい、で、そっから、下位に向けてですけど、うん、4位に東くん、キャッチャー取るんですよ。はい、キャッチャー、これやっぱりね、この、伊藤光、まあ、あと、峰井とか、戸柱いますけど、うん、もう若いところで押し上げたいということで、この、東選手を取って、はい、次の世代のキャッチャーに育てていこうっていう。うん、でしかも、いいところがあるんでね。はい、っていうところで、この4位にキャッチャーを置きながら、うん、下位に向けて、ショートと外野しっかりまた補強してるんですよ。外野手の、海老名くん。はい。海老名くんと、田辺くんを、しっかり、そこで補強してるわけですよ。うん、まあもうね、筒子が抜けるっていうところで厚みを増したいから、うん、まあ、下位にいい選手がいたら取ろうかなっていうところで、この青森大の海老名くんがいたから、まあ、取っとこうっていうね。はい、広角に長打を打てる打撃で魅力って、俊足兼ね備える、4年秋にはキャプテンって書いてます。おー。田辺くんも、内野ショートで取ってですよ。うん、森くんと田辺くんで競い合わせして、うん、最悪どっちか出てきてほしいっていう。田辺くんが出てくる可能性もあるんですよ。そうですね。ひょっとしたら将来的にレギュラーになる可能性もあるんで。うん、どうなるかは、それはね、自分の頑張り次第ですから。でもここで1位で取っといて、ここも取っといて、競争させて、どっちか出てくれるといいなっていうところですよね、うん。はい。7位にはですね、高校生のピッチャー取って、はい、まあ大卒上取ってるんで、うん、高卒も一人取って、最後の押し上げ的に、まあ、うまくハマってくれればいいな、将来的に。うん、この1位から7位まで見たときに、うん、ドラフト戦略、はい、意思、感じます。最高です。本当にじゃあ補強ができてるっていう。いや、いい感じ。しかもね、この大卒と高卒とかを巧みにこう混ぜ合わせながら、うん、ピッチャーね、あと野手ともに、いい形で配布された戦略としては完璧です。お、う、ー、ん、短期的に、短期中期的に、長期的にうまくバランスを兼ね備えながら、うん、万が一こっちがダメでもこっち後から頑張ってねとか、はい、こっち育てなくてもこっちの自然で頑張ってねっていうところでバランス取れてるんで。はい。だから僕はセリフで一番 DNA かなっていう。おー。意思明確です、はいはい、楽天はですね、はい、あのドラフト1位に佐々木くん行って、はい、であのくじで外して、はい、でもこれはね石井 GM3 番目だったじゃないですか、はい、もう当たりくじなかったん で、 なんかです、ね、それは仕方ない、はい、もう当たりくじがなかった人たちはもうどうあがいても無理だったん で、うん、そうですね、楽天も結構明確に取ってませんか。予想図ね、小深田君と黒川君で1位2位が内野ですから。そうなんですね、うん、西巻選手をね、はい、戦力外にして、はい、まあ、育成で再契約するかもわかんないですけど、そうです、やっぱそれを見た時にやっぱり内野手の次来るのが薄いのかなっていう。うん、そうですね、今森選手がショートが出てますけど、はい、そうですね、その後が村林選手がいるんですよ、はいはい、確かにそう、ちょっと薄めですね。からこそ、この社会人の大阪ガスから小深田選手と、うん、で、まあ、若い黒川選手でバックアップをね、はい、うまく育てるっていう形で、うん、この大卒と高卒で取ってるっていうところが、まあ、ミソですね。小深田選手に頑張ってもらいたいっていう意思だと思うし、うん、まあ、ひょっとしたら茂木選手がね、はい、コンバットする可能性もありますよね。うん、この小深田選手がうまくショートでハマれば、はい、茂木選手がひょっとしたら、ウィーラーの状態次第では、もう仮にサードとか、もしくは外野とかね、はい、コンバートする可能性も、まあ、十分あると思いますし、うんうん、まあ、茂木選手も経過勝ちなんで、ずっとって、なかなか全試合は難しいんで、うん、そこの、こう、球速を与えながら回していくっていう形で、うん、やっぱりショートがどうしても欲しかったっていうところと、多分その高卒とかじゃなくて、その大卒社会人の、今すぐに計算できて使えるショートを楽天的には欲しかったんですよね。うん、そうですね、はい。だからそこで、もう佐々木選手を外した時点で大きくシフトチェンジして、はい、この小深田選手に行こうっていう。もう内野をもうがっつり取っていこうと思います。そうですね、はい。あと世の中の人がよく言うんですけど、うん、2位でも取れたんちゃうかっていう人いるじゃないですか。はい、いや、もうそれはたらればだから、万が一余ってなかったら大きくシフトチェンジしなきゃいけないから。そうです、ね。やっぱ本当に欲しいところは、うん、あの、これ2位でもいけるんかな、
って思わないと思うんですよ、うん、はい、まず最初に取っとかないといけないんで、うん、小深田選手も2位指名するって言ってた球団があったみたいで、そうですね、1位でいかないと多分取られてるんですよ、取られてる、そこの戦略があるんで、はい、チーム事情よく分かるんですよ面白いですよね、めっちゃ面白いですよ、はい、いやでも本当楽でも当たってるんですよ佐藤さん、先発のピッチャーまあ多めに取った方がいいと、うんうん、あとキャッチャーは下位で取った方がいいと言ってましたね、うんうん、でまあ大卒で取ってて、この鶴崎投手も大卒だから、はい、やっぱピッチャー陣のあの不安さもあるんでしょうね、はい、チームとしては、うん、だからここで高卒じゃなくて大卒と社会人を取って、うん、もうちょっと厚みを増そうっていうかね、はい、まあ一番最後に明石商業の水上選手をキャッチャーとして取って、うん、はい、太田とかね、うん、そこら辺のライバルに競い合わせながらっていうとこですよね、まあ、いずれ出てきてくれたらいいなっていう感じですかね、そう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 、全体的にピッチャーキャッチャー内野外野とバランスよく取ってるんで、はい、そこら辺は大きくチームを変化させていきたいのかなっていうところも感じますね、うん、なるほど、でしかもこのなんていうんですかね、社会人とかもしっかり取って多いじゃないですか、はい、ちょっと大きく変えて今年単位もうちょっと一気に来年パッていきたいのかな、チームの今の事情がよく分かってますよね、はい、あ、じゃあ楽天もどうですか、え、いい感じです、いい感じですか、はい、わー嬉しいな、しかもシフトチェンジして、はい、言ったこの意味がよくわかりますね。いやでもちょっとね、佐藤さんに言いたいことがあるんですよ。すごい楽天のくじ引きロッテに持ってかれるんですよ最近。ああ、平沢選手も藤原選手で、今回は佐々木選手もそうですし、なんかロッテがね持ってくんですよ楽天が行くところ。いや最近ね、はい、ロッテ井口さんもそうですし、はい、その前に伊藤さんもそうですけど、はい、やたらくじ運が強いんですよ。ちょっと良すぎないですかね。そうっすね。はい、引いた人が出てきてほしいですまあそうですね、それが一番ですよねくじ引き競合して、はい、あの引き当てた選手、はい、そろそろ出てきてほしいです、はい